ザ1、体操競技であるエアロビックの認知度を向上させること。2、視聴者さんのモチベーションにつながるような動画投稿者になること。こんにちは、エアロビック日記の立本と申します。はい、ということで今ね言ったちょっとね長い挨拶になるんですけども、挨拶を変えてみました。目標を見失わないようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。今日は何をするのかというと、今からねインドネシアに住んでいる競技エアロビック選手、もう本当にインドネシア人の方なんですけれども、ちょっとお話しする機会がありますというか、なんかお話します。なのでちょっとねその様子をちょっとご覧いただこうかなと思います。で、僕はもちろんインドネシア語喋れないですし、あちらももちろん日本語が喋れないんですよね。ということでちょっとお互いに拙い英語で喋りながらっていうことにはちょっとなりそうなんですけど、そのチャットしてる感じだとね。でもやっぱり気持ちはねエアロビックっていう共通項でつながっていますので、コミュニケーションを図っていこうかなと思います。この選手なんですけれども、結構ねツイッターだったりインスタグラムだったりで僕の投稿に対してコメントとかを積極的に触れる方で、まあ最近の日本の様子だったりを聞きたいからちょっと電話できないかみたいのがちょっと DM で飛んできたので、あ、いいですよ、あの面白そうだから YouTube の動画にしてもいいですかっていう風に話しましたら、あ、全然いいよっていうことでね、ご開拓いただきましたので、まあ僕が持ってる情報としてもエアロビックをやっててインドネシアに住んでらっしゃる方なんだなっていう、もうそれ以上もうでもそれ以下でもない、そういうね情報しか持ってないので、まあ、ちょっと本当にどうなるかわからないですけれども、気持ち一つでやっていきたいと思います。海外のエアロビック事情なんかも聞けたら面白いなと思ったので、ガツガツ聞いていきたいと思います。はい、ビデオ通話してきましたと言いたいところなんですけれども、約束の時間からちょっと30分経って、まあ30分待ってたんですけれども、ちょっと忙しいから今日はできなそうっていうお話が来ました。はい、でこれ結構ね国民性によるところも大きいと思います。インドネシアは結構ね時間にルーズで、ジャムカレットっていう言葉もあるぐらい、なんか時間がゴムのように伸びるっていう意味らしいんですけれども、それが体験できただけでなんか国際性豊かになれた気がしますね。皆さんもこれ覚えておくといいんじゃないかなと思います。で、今回残念ながらできなかったんですけれども、また次回ね都合がつくタイミングがあればぜひぜひインタビューだったりお話だったりしていきたいなと思いますので、どうかねそちらもお楽しみにしていてください。それではすいません、今日はあんまりねエアロビックの話できなかったんですけれども、僕がこう体験したことを動画にしましたので、次回の機会をお楽しみにお待ちください。毎週水曜日8時から21時の間で柔軟配信行っています。柔軟性をつけるにあたって一番難しいのって継続してやっていくことだと思うんですよね。継続してねできる場所を提供したいっていうことと、もちろんね柔軟してほしいっていう気持ちあるんですけれども、柔軟以外でも僕がね、あ、柔軟してるこの時間だけはなんか勉強しようかなとか、この時間だけトレーニングしようかなとか、この時間は家事しようかなとか、ポジティブな意味合いでねこの1時間皆さんに使っていただければなと思って、モチベーションを上げるための1時間として柔軟配信を行っていますので、もう本当に雑談しに来るだけでもいいので、もしよければ遊びに来てくださいということで、また別の動画または毎週水曜日お会いしましょう。じゃあね。